はい、みなさんこんにちは。みなです。さかです。エンディブログでーす。久々の家じゃない？そうだね。最近なんか外で撮る動画が多いけど、まあって暑くて。そう。もう今名古屋は特にね、すごい暑い地域だから。38度とかまで上がるから、さすがに私でも汗が出るぐらいの暑さ。外でうわーってびしょびしょだよね。だからちょっと今日はね、快適に家の中で。ちょっとだけ動画を撮りたいと思います。これ海外から血液型が自分でテストできるキットなんですけど、血液型よく聞かれるけど、うん、知らない。そうなんだよね。外国人の人って自分の血液型を知らない人がほとんどなんだよ。誰も興味ない、ね、だからまあ今日はちょっと私は何型という動画にしたいと思います。そうだね、レナが何型なのか気になるよね。で、私はちなみに 何が何か全くわからないから。そっか、ちょっとまずタカに教えてもらいたいです。今日調べたんだよね、ちょっとA 型、B 型、O 型、AB 型、人間をその4つのグループに入れてる。そう、4つにカテゴリーできる。ちょっと死んじゃねーよ。カテゴライズします。 A 型は日本人でいうと 38% が A 型で、タカは A 型でしょ。俺は A 型だよね。で、A 型の特徴は、まあ、几帳面、整理整頓をちゃんとするとか、真面目とか、あと周りに気配りができるとか。そうそうそう。悪いことは何？悪いことは、細かいことをすごい気にする。まさにタカ。自我、我が強い、パーソナリティがこう強いとか、あと人目を気にする、周りの目を気にする、うん、それはあんまないかな。ないかな。適してる職業とかも出てて。おお、何？公務員、事務職、はい、牧師さん、だから真面目とか、几帳面とか、ちゃんと仕事をする人、はいはいはい、でね、B 型、まずね、日本で 22%、A 型の半分、長所、はい、マイペース。ああ、いいね。マイペースとか、プレッシャーに強い。ああ。あとは好奇心が旺盛、何にでも興味を持つ。うん、だからいいよね、B 型もね。私、意外と B 型かもしれない。あー、確かにマイペース、好奇心旺盛、プレッシャーに強い。プレッシャーには強くないけど、わかんない。短所、はい、秋っぽい。あー、レナ B 型だな。私 B 型だな。自己中心的。そうだね。あとは団体行動が苦手、みんなとグループで一緒にこう何かするのがあんまり好きじゃない。 B 型だな。合ってる職業、はい、詩人、あと画家、デザイナー、エンタメ芸能関係。私エンタメ芸能関係だ。B 型かもしれないね。O 型、日本人の比率 31%。 まあ10人に3人、3人に1人かな。で、長所、社交的。あ、でも私もそれだ。社交的とか、オーラか、細かいこと気にしない。はい、私は O 型です。短所、大雑把。そうだ。とか、調子に乗りやすい。そうだよ。トラブルメーカー。そうだよ。適職、タレントさん。だから今タレントね、はい、タレントじゃないけどね。ただの一般人が YouTube 上げてるだけだけどね。じゃあ私は A 型じゃなくて B 型か O 型か。可能性が高い ね。最後 AB 型、はい、日本人でいうと 9%。 すごい、10人に1人だね。そうなんだ。で、長所、いいところ、うん、天才肌。やっぱりざっくりしてるけど。あと感受性が強い、あと容量がいい。短所はナイーブ、ベタベタした付き合いが嫌い。だからさっぱりしてる。パン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 って。適職、アナウンサー、イラストレーター、美容関係。はい、私は B 型か O 型かじゃないとこれが嘘って。確かに血液型で男女、はい、どういう相性がいいかっていうのも出てんのよ。 OKOK、okay. okay. okay. で、俺が A 型だから A 型男性は何に合う？ O 型の女性。 OK、 もしくは A 型の女性。じゃあ私は O じゃないとダメじゃん。そうだね。O じゃないとちょっと離婚。そうだね、別居しますね。ダメなランキングで、男性が A 型に対して、はい、女性の B 型はダメだって。あー、怖い。レナがもし B 型だったらまずいね。今からファインダーとしましょうか。そうだね。これたまたまネットで見つけて、うん、あ、面白いなと思って1000円ぐらいしたから。安い。買いました。よいしょ、オッケー。中身どんな感じなんだろう。何が何かわかりません。なんかスポイトみたいなの入ってるよ。
なんかシャカシャカしたね。シャカシャカした。じゃあこれを見ると、うん、結構簡単にできる。めちゃくちゃ早くない？全部で40秒とかだよ。はい、ささっと言うとここに針が入ってて、うん、それで指をこうピッとして血が出て、はい、ここの4つの丸に血をそれぞれ入れなきゃいけなくて、待てばリザルトが出る。あ、面白いね。それが全部それだったら O 型か A 型か B 型か AB 型が分かる。早速やってみましょうか。じゃあ始めますよ。これにお水を入れて、で血を取るので、怖そう、今から怖いところが あ、スタンプみたいに押すってこと？うん、怖い超怖くなってきた。絶対に痛いでしょ。じゃあ、レナの顔を写しとくよ。あー血がちゃんと出てないよ。痛いの？痛くない、びっくりしただけ。オッケー。今ちょっと結果を待ちます。ここにこう書いてある、全部きれいになってるか真っ赤っかになる、ボロボロになってるかということで、その組み合わせ。じゃあ例えば一番上の真っ赤っかで4つだったら O 型、そういうことか、ネガティブ。じゃあそれのパターンによって分かるってことね。 A 型ポジティブ。はい、結果がこちら。ダダーン、これですよ。左側は赤いまま、真ん中2つがボロい、で右側が赤いままってことは B ポジティブ。レナは B 型です。レナは B 型でした。 A 型の男性と合わないワーストの女性は B 型。はい、 B 型でした。 B 型ですね。まあ別に私は B 型でいいけど、うん、恋愛関係だけはちょっとまあそう、 B 型だからって別に嫌いになるとかはないからね。なんかね、違うサイトで B 型の特徴とか恋愛の特徴みたいなのが出てきて、お最後それを確認しよう。 B 型の特徴、はい、OK、 好奇心が強くて新しいことにも積極的。まあこれ合ってるよね。これ正解。はい、OK、 2個目、周囲に流されず自分の意見を主張する。うん、これもそうだね。3つ目、集合時間に間に合うことが少ない。え？それはない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 。いつもオンタイムだよ。私は遅れる人が嫌いです。で次が、自分の世界に入ると周囲が見えなくなる。こうこうなる。でもそうじゃないと思う。で次が恋愛傾向、傾向1、はい、外見重視で一目惚れしやすい。外見重視ってことは、そういうこと。そうだね、そうだよ、そう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 、その通りです。はい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 。傾向2、デートプランは細かく決めない。あ、でも私はでもレナどちらかというと決めるよね。そうそう、決める方。1日朝から昼どこで食べて、その後どこ行って、どこのどこに寄って、何時ぐらいに帰ってくるねみたいな。そう、めっちゃ細かいよね。恋愛傾向その3、熱しやすくて冷めやすい。なんか子供の時にそういうのがめっちゃあったよ。あ、そうなの。私なんか小学生の時にこの男性が好き、あ、やっぱり好きじゃない、この男性が好き、あ、やっぱり好きじゃないみたいな。ダメなやつじゃん。コロコロ変わるってことでしょ。そうそうそう、よかったね、5年付き合って。そうだね。次4、束縛されることが嫌い。そういう、俺全く束縛しないから全く気にしない。自由に、これはちょっとどういう自由に生きて、俺も自由に生きるから。そういうタイプ、2人は。そんな感じ、 B 型の特徴だから。じゃあ半分半分だよ。そうだね、まあ、だから血液型で全ては語れないっていうことですよね。そう、私はなんで今まで血液型をチェックしてない理由は、うん、こういうことを全く信じてないから。そうだね、でも日本人もこれ別に全く信じてるわけじゃなくて、なんか話のネタになるじゃん。この動画で分かったのが、レナは B 型です。 B 型でしたね。レナは B 型です、タカは A 型です、ということが言えるようになりました。そうだね、で相性としては悪いカップルですっていうのも言えるようになりました。この動画はここで終わりにしたいと思います。面白かったならぜひいいねボタン押してください。また3日後に会いましょうね。バイバーイ。